今年の夏コミコミックマーケット96でパソコン通信時代の活動を含めず初めて CD という形にして発表した1999年8月13日から数えて同人音楽活動20周年を迎える島村さんです。こんにちは。サークル活動はもう少し長いんだけどもね、それは置いといて、このラジオはその20周年を記念して発売される予定のベストアルバムボリューム1とボリューム2を毎回2曲ずつ紹介しつつも、ブックレットに書ききれなかったこと、いや書いてもしょうがないことなどなど、制作当時のお話をしていこうじゃないかと思っております。じゃあそろそろ参りましょうか。今回の曲はですね、ベンジョブルースっていう、まあ元々私が作った曲があったんですけども、ベルメイさんやコウタクさんと同じようにリアレンジしてくれた、クベルトさんがリアレンジしてくれたバージョンです。ぜひお聴きください。傘もささずに一人ベンチに腰掛ける、詩がすげえさっぱりしてますよね。やっぱり当時が、これが2003年初出しの「便所の香り」っていうアルバムに収録されていた一曲なんですけど失礼、作詞作曲、まあ、当時は作詞作曲編曲島村さんでしたが、こちらは、大江戸崎郵便100作品目の大江戸 JP 内に収録されている2006年12月31日発表の楽曲で、ベンジョブルース、作詞作曲島村さん、編曲演奏クベルトさん。クベルトさんがやっぱこの曲を選んでくれたっていうのは、クベルトさんやっぱりブルースに対してのブルースというジャンルに得意だったんですかね。まあ、でもやっぱ選んでくれたチョイスっていう、チョイス選んでくれたチョイスってなんだ、チョイスしてくれただけあって出来完成度高いですよね。で、あとまあ、あんまり当時私は知らなかったんですけども、ダブリングっていうのを、まあ他の方にも言われてやってたんですけども、これは意図的に、クベルトさんがダブリング好きなんだよね、ぜひダブリングやりたいって言って何テイクか撮った記憶があります。私これ作ったの22、23歳の頃ですから、世の中のことなんか知らないのに、もう妄想で窓際族とかね、家庭で居場所がないお父さんのことを書いたんじゃないでしょうかね、口から出まかせで作詞するって楽しいね。はい、こんな CD、 こんな曲が収録されています。続きましてもクベルトさんの編曲で、また水村さんシリーズ、フォークソングを作ったんです。当時フォークソングっぽく曲を作ったんですけども、やっぱり打ち込みの限界、または98でその外部のミディ音源で作るには限界があったので、それをまたリアルにしてくれました。お元気ですか水村2002ということで聞いてください。仕事を辞めたって本当ですか？新しい仕事見つかりましたか？体はブクブク、財布はお寺で大変ですね。いい機会です、痩せましょう。妹の、もうこれ完全に水村さんのことをバカにしてますけど、まあ当時水村さんが寂しそうだったんですよ。水村さんのね、お父さんが亡くなられたりして、彼が非常に
辛かったななんていう話を当時聞きまして、それで非常に感傷的になっている時に、まあ別に彼のために作ったというよりも私が勝手に彼のために盛り上げようとして作った気がしますよ。詩の内容もなんかね、なんか昔の若い頃良かったよねみたいな話をしている限り、私も過去の水村シリーズと違ってあまりバカにしてる感じじゃないと思います。当時、あ、その前に、100作品目のオエド JP の2006年12月31日発売、作詞作曲島村さん、編曲演奏、そうクベルトさんはエレキギターもアコースティックギターも演奏できるんだよね。演奏がクベルトさんで作り直していただきました。これは私もこれはなんかあのよ何よく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 週じゃねえや何個か前のラジオで、あの過去に聴かせたくない曲って言ってますけど、この曲はいつ聴いていただいてもいいと思いますよ。なんか歌い方もそれにしっくりきてるし、やっぱりこういう曲が私は一番気に入るっつうか馴染みがあるのかもしれませんね。何よりです。ガインナンバー3番島村よ。これ当時ね、そのパソコン通信っていうところでユタコーさん、まあ水村さんのことなんですけども、ユタネットっていうのを開いてて、それの会員ナンバーが3番だったんですね。懐かしい話だな。パソコン通信に関してはチャタさんとかレッカさん、レッカさんパソコン通信わかるのかな、その辺の人たちとお話ししたいですね。あ、ベルメさんもわかるよね。ベルメさんはあんまり過去のこと喋りたがらないけど、でもまあそういった時代からの人たちで私は出来上がってるんだよっていうことを発表した作品だったと思います。ぜひ、当時このオエド JP っていうのも 100個じゃないな1000個か作って、それだけで終わっちゃったので、またこうして振り返っていただければ幸いと思います。ではまた来週。